高橋さん、すみません。今サインされたときに、演劇の道を進むと言ったら個人的には止めますとおっしゃってたんですけど、演劇に何が厳しいですかね。待ってたぞ。でもな、相葉さん、人生なんてな、こんな小さい幸せの積み重ねで豊かになんねんで。そういうの俺好きじゃねえな。誰かのために諦められる程度の思いならそれは夢と呼べねえ。あんたの夢が本物なら騙すだってみんなついてくんだよ。知ってかんちゃん。その才能を見抜く人間が現れて初めて天才ってこと。ここが俺の限界か。僕らが少なくとも2クール持つお芝居をするためにはどうしたらいいかって言ったら、その瞬間に嘘をつかないことしかもうないんじゃないかって気がしていて、その何キロ痩せたかっていう問題じゃなくて、朝ごはん食べずにフラフラの状態で、この窓から飛び降りることに何かが償える。私はいつでもそれができる。どん底からこの国の再繁栄期を築き上げたあなた方なら、その魂をきっとどこかに残してる。いいとか、俺でいいとか。なんでよ、なんでよ、なんでよ。お前に明日は来ない。